はいどうも皆さん、ヘンジブラザーズのカーネルです。その兄貴でございます。皆様、やっとセブンコラボが来ました。前までゼロからシックスの周回コラボやったからずっと待ち遠しかったよ。ほんまにね。ただね、水を差すようにこらっと思った点が5つあります。1つはダイヤパスボードです。あのよ、ダイヤパスまでダイヤ少なくて値上げしてるんじゃねえよ、赤質なぼったくり野郎どもが。ふざけてねえ。今回のコラボでダイヤパスがリニューアルされたんやけど、これ見てみ。前よりダイヤ100個減らし、500円値上げし、継続特典の流玉1個増やして少し色つけただけや。セブンコラボに乗じ悪質な集金制度が見え見え。これじゃあ美課金者が離れるだけやのに。2つは3周年セレクトガチャです。このガチャでレベル100の SSR は出るけど、それ以外が SRR が出る不具合があって緊急メンテが張りました。で、そのメンテ以前にこのガチャ引いたユーザーへのけじめがこれ。え、バキコラボやツネオの救援の時はダイヤ変換したのに、回した数に応じてガチャ券9枚意地きたらくダイヤを返す気ないねんな。まあ、さっきのダイヤパスも含めたら相当金儲けに執着してるのが伝わってくるね。お前さ、ひどいよ。3つはガチャ券神社です。そういえばリニューアルしてから何か変化あった？以前のコラボキャラ増やして、キラブラックキャラはそのまま。え、それならキラブラック系廃止にする意味あった？どうせ以前のキラブラックを課金ガチャに入れやすくするためにそうしただけなんちゃう？最後の最後でお前らに裏切られた。4つはコラボ派遣です。で、今回のコラボ派遣でもらえる報酬はこれ。あら、今までよりめっちゃ少な。ここぞとばかり手抜きしやがったね、アホくさ。5つはイベントキャラです。今回のイベントではナンバーや私最古が実装されたんやけど、これ見て。この3人は龍谷セブン以外で出演してないと思うんですけど、なんだこの表記。まさか龍谷がいてこの3人出るから区別するためにそうしてるんか？いやー、ジョージや谷村でも年号で区別する意味がないパターンがあったから、適当にやってる可能性もあるで。あと、新たに魅了というスキルが実装されました。事前告知新スキルを説明あったけど、映像まで載せる工夫はしてくれなかったな。まあ、ここは良くなってきてるね。ただ、未だに流玉の破片でスゴロク報酬を交換する解約は続行。俺がスゴロクの持ち分完全に下げて1万円の原因だって気づいてほしい。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。まあ、イベストの方は春日一味の絆や思い出が描けていて良かったと思います。でも、春日本人は蚊帳の外であると。大丈夫。ちなみに、今回実装された3人の能力はこれになります。ナンバーバトルスキルの全味方へ無敵、回心率上昇と町の住人の味方へクールタイム加速があるから、キラシナで決戦竜一と組めば殲滅のサポートとして活躍しそう。アラチャーバトルスキルとヒートアクションが高速関係の内容になってるから、ダブル胸型と組めば敵に高速をかけやすくなるな。最後はリーダースキルで町の住人の味方の状態異常にする確率 30% 上昇とヒートアクションの確率魅了があるから、自身をリーダーにして陰損ひと組めば状態異常をかけまくりやね。だが、アラチの最後に関しては状態異常マイナス 100% 減少では無効になるから要注意やで。あと、魅了の詳細はこちらの動画を見てね。次はキラキャラについてです。わかった、セブンの春日やろ。そう思う、今までの流れを考えたらそうなるわな。
まあこっちの場合は区別してもいいと思う。ただしバトルアイコンからの流用やし、なぜ急に嫌い昇格？露骨な集金のためでしょう。で、能力はこちらです。春日はバトルスキルの敵4体に計800パー攻撃と、ヒートアクションの敵単体に2000パー回避負荷攻撃があるから、キラー春日や仕方と組めば殲滅キャラとして使えるね。で、敵単体の攻撃キャラで最上位。で、いつもならここで話が終わるはずだったんですけど、またキラかブラックか、それともスナイプ？違う、3周年記念としてミネが実装されたんや。なるほど。でもダイヤはいるで。え、記念品としてタダでくれへんの？ちなみにおいくら？スタミンマックスとコストマグナマックスを3つずつ含めて3500。はい、記念キャラやのに課金を強要する。平然とムードをぶち壊してくるな。作品のクオリティを保つ、もしくは向上させながらユーザーの満足度を上げるのを前提で、そのおまけで金儲けついてくるのを運営は理解しているのかな。だから絶好の機会を逃すんだよ。くだらん集金に目くらむから。これ以上わしをがっかりさせんな。あとミネ顔どうして、気分でも悪いんか。それは思った。で、能力はこちらです。なんや、ステータス上昇阻害って。上代以上とは違う特殊効果ってスキルで、プラスマイナス効果解除は上代以上から予防の影響を受けないってことらしい。これ見ると上代以上の確率減少や無効を回避するために考えられた感じするな。ほぼそうじゃん。個人的には状態以上にしとけばいいと思うけどな、分かりにくいし。まあバトルスキルとアビリティは優秀やから、登場界のキャラと組めばサポートとして活躍はできるんじゃ。ついでにステータス上昇阻害の詳細はこちらの動画を見てね。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。